興奮するな。ご飯の時間です。今日ですね、鉄板職マグロさんにやってまいりました。久しぶりに島に帰るということで、7、8年ぶりですか、帰るということで沖縄に立ち寄って、これまた成人式以来ぶりの島の同級生、もう小学校幼稚園生活ずっと一緒の松永氏と2人でやってまいりました。乾杯乾杯乾杯。昨日も朝方まで飲んでるらしいです。僕は飲んでないで、いろんなね、こういう仕組みになってますよ。セルフサービスしかもすごくないですか。120円、食べ放題飲み放題で1000円だと。今ね、向こうじゃもう全然考えられないです。ありがたい口です。飲み干して今お願いします。手前か。はい、覚えました。一番覚えました。さすが松山先生、どうぞよろしい。ちょっと真似してやるから。頼む。手前で置くね。そう、こっち親切だね。ドラマコです中杯で色って書いてるから。ちょっと今落ち着くの待ってます。泡の方がアルコール濃度が高いっちゅうの知ってる。ありがとう。本物の人が入れたのと僕が入れたのとこの違い全然違う。改めまして、ちょっと料理が来たらもう一回やりますから、ちょっと待ってください。お待たせしました。全然普通に唐揚げでっかいね。沖縄の唐揚げでっかいね。なんかかかってるけど、これ何だっけ。南蛮。ちょっと待って、かかってないのかね。でかいな。普通にこっちから行く。でかいな。でかいね。この人も結構頑張ってて、国産。これは取らないの。自慢の時計です。大丈夫、それぐらい。でかい。はい、これ落ちてる。はい、ごめんね。はい、美味しい。美味しい。美味しい。これは
急いで出てきたから。えらい急だな。洗濯だった。乾いてなくて。洗濯が乾いてなくて。入れられなかった。リアルなやつ。サボったわけじゃなくて。あばなんか牛肉加速したね。なんか沖縄で崩してる人も羨ましいな。なんかそういう環境いい。ナンバー、ナンバーの。失敗。食べ放題、飲み放題のメニューに入ってる唐揚げとナンバーです。ありがとうございます。感謝です。で明日はこの人が働いてるところに食べに行こうかなと思って。大体くらいからいいですか。唐揚げもあるよ。5000円ぐらいでいける。ごめんごめん、唐揚げじゃない。コース料理夜だった。食べ放題、いるいる。いるの2700円で、ブッフェとメインが出てくる。これさ、2人で半分取ってたまじゃないですか。立派なホテルで見せない金屋。え、現着か。鼻出た。ありがとうございます。ママやったで。3杯目。乾杯乾杯乾杯。どんな美味しそうな料理来てますか。タコライス、ダブルスプーン。めちゃめちゃ美味しいです。長から食べようと思ったらいつも食べれるわ。ここにはないから。しかも安い。ほら、世論にはないよ。世論もないね。ないよ。今はあるかもしれない。最近でも沖縄そばやってる。たまるな。進化するね。マグロさん、マグロさんいらっしゃいます。何でも言う。食べ放題、食べ放題のメニューですか。美味しいよね。変な話これ、僕が全部食べてもいいんだよ。その後から松永氏がね、もう一回頼めばいいんだから。そういうことだろ。うわうわ、とろとろよ。
先生から一緒。でも会うのは成人式が一周年ぶりぐらい。18年19年だから今年だって39年成人式か。家に写真あるわ。何の写真？成人式お前袴だったよ。ああうん、そうだね。そうだあるわ。成人式って話だよ。成人式って話だよ。18年、19年これも一人食べるもん。大丈夫した大丈夫した。本当に大丈夫。だから今2ヶ月ぐらいやってて予約完了。やり方間違ってる。ああ、増やしながらか。体作りです。健康第一っていうのは間違いない。それだけは間違いない。自分で分かるぐらいなったことは見たくなったな。さすがにみんな結構いろいろ引っ掛かり出してもいいことじゃない。助けろ。完全に酔っ払いました。完全に酔っ払いました。ちょうど今テレビでは何回も買ったわけであります。これ何だっけ、何の大会だっけ。プライドらしいです。どうしよう、うん、唐揚げとタルタルはおかわりしました。タルタルじゃない、ナンマ。本当は明日船で帰る予定だったんですけど、船が故障のため欠航ということで、明日はまた一日沖縄本島に泊まることになりました。松永市のお宅にお世話になります。まだまだ飲むんですけど、動画としてはこれで終わりということにいたします。ピットがいますよ。会いました。鉄板食のラボンさん、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。